全馬これでゲートに収まりました。スタートしました。さあ先行争いです。広がっています。やはり3番のグランスピードが行くか、最内から2番のファルコニア、そして外からは5番の湘南バルディ、さらに外ベロックス、すっと今後位の位置へ、その直後に7番のヒュミドールがつけています。あとはその内4番の帝王エナジー、その外には6番ダブルシャープ、あとは9番のモズ流れ星が追走して、2馬身から3馬身少し開いたところ10番のスーパーフェザーがつけています。さあ各馬がこれから1コーナーをカーブするところです。徐々に隊列が崩れてまいりました。先手をどうやら3番グランスピード、今日も逃げます。リードは3馬身、2番手5番の湘南バルディです。2馬身差3番手2番のファルコニア、外4分の3馬身差8番ベロックス、内から接近4番の帝王エナジー、向こう上面へと入っています。そしてその後6番ダブルシャープ、7番のヒュミドール、2馬身後方ですがモズ流れ星、スーパーフェザーほぼ並んでいます。スタートしての 1000m1 分1秒4で通過しています。向こう上面の中歩道を各馬が進んでいきます。先段行為と固まってまいりました。3番グランスピードが先頭、これを見るように5番の湘南バルディが2番手の位置、外から2番のファルコニア、3番手から2番手へと位置を上げて、ずれてベロックスも動いていきました。湘南バルディや手が動いて交代加減、変わって後方から徐々にさあダブルシャープなども位置を上げてまいりました。各馬が 3,4 コーナー中間地点へとかかりました。さあ前の争いですが、3番のグランスピードがわずかに先頭ですが、外からベロックス、間から2番のファルコニア、前3頭固まっています。内を狙っているのは10番のスーパーフェザー。さあ第4コーナーから直線コースへ向かいました。さあ馬場の4分どころの攻防ですが、間をついた10番のスーパーフェザー、さあスーパーフェザーが抜け出している。しかし外からはグイグイとヒュミドール、ヒュミドールが足を伸ばす。さらに外からはモズ流れ星、さあモズ流れ星が抜けた。先頭モズ流れ星、馬場の真ん中、ゴーリン。